どうも、ベッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本物を紹介していきます。それでは早速行きましょう。今日10月18日は何の日でしょうか 正解は冷凍食品の日でございます。そこで今回はベッキムは冷凍食品と言ったらもう間違いなくこちらが頭に真っ先に浮かんでくるこのセブンイレブンさんから発売されている中華そば富田さんの監修の冷凍つけ麺でございます。前回紹介したものからさらにリニューアルをされているそうなので今回味わって皆さんに紹介していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速行きましょう。レッツゴー さて、今回セブンイレブンさんから買ってまいりました、こちら、中華そば富田さん監修の濃厚魚介豚骨つけ麺の冷凍食品でございます。お値段は451円で、セブンイレブンさんの冷凍食品コーナーに置いてあります。すでにご存知かもしれないですが、富田さんとは千葉県松戸市にある人気のラーメン店でございます。裏面にはこのように冷凍つけ麺の調理方法が記載してあります。 中身を取りり出すす。ととこのように麺とスープが入ってあります冷凍麺の中にはチャーシューも入っていますねそれでは電子レンジで調理を開始していきますさあ調理が完成しましたまず見た目から見ていきましょう見た目は前回とさほどそんなに変わらないかと思うんですがややこちらの麺に艶がかかっているかなという印象を受けます 麺やスープのクオリティが今回も前回と同じように高い印象を受けます。スープからも魚介のいい香りが漂ってきます。それでは実際に麺をつけて食べていきましょう。このようにたっぷり麺に漬け汁を吸収させてからすすっていきます。 一口いただくともうこれはもう大好きな富田さんのつけ麺かと思うぐらいとても美味しいです。お店で食べる味とほぼ同じような印象を受けます。もう目をつぶったらここは店内かと思ってしまうほどです。そして何よりも感動したのはやっぱりこちらの麺ですね。やっぱり麺はもちもちとした弾力があって食べ応えはもう抜群です。 家でこのクオリティを食べられるのかとついつい感動しながら食べていますが、このチャーシューもお店で食べられるチャーシューだと思ってしまうほど分厚くて脂が乗っています。欲を言えばチャーシューをもう一枚追加してほしいというふうに思いましたけれども、もうあっという間に完食してしまいました。もうスープもですね、最後まで飲み干してしまうほどとても美味しいです。ぜひ皆さんもこの冷凍つけ麺を買ってみてください。絶対後悔はしないと思います。 最後までご覧いただきありがとうございました。今後も日本のグルメ、そしてスポットなど多数日本ものを紹介していきたいと思います。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、See you!